半前は先生です。私はね、ちょっとまあその前にですね、今の日本の社会ですね、生活保護ですね、いろいろ大変な人がいるわけですけども、私がね東京生まれで茨城県に来てるんですけれども、いろいろなことでね苦労したことがあるんですけれども、みんな周りの人を見てね、あこうだったんだなっていうようなことでね、ちょっと私の経験をちょっと話させてもらいますけれども、困ってね生活保護を受けられる人っていうのはね、4分の1ですね、4分の3は死となるというんですね。で死んでます。で生活保護全体的ですけどね、状況ですけども、生活保護を受けられるというので、当然ねそういう4分の3はまあ同じような苦労して亡くなるわけですけど、その生き残れるのはねその4分の1だけというかね、が生活保護を受けられます。その4分の3も死ぬような、ね、自分で立ち上がろうと頑張って、ね、いても、ね、4分の3亡くなって生活保護を受けられるのは4分の1だけだということですね。ほとんど亡くなってますねということですね。で日本の生活保護制度というのは厳しいですね。で簡単に見られちゃ困るし、簡単に入っても外されてしまいますね。でそういう厳しい関係上ね、老人ホームでも生活保護でその入れるということは日本の制度でね、とてもいいことなんですけども、 その老後ずっとね老人ホームに、ね、生活保護で入れる、健康でねあっても入れるわけです。というのはそのねシステムというか経歴を持ってるからなんですね。偉大なことなんですね。実社会で当然通用するわけです。力があるんだけども、それに生き抜いてる力というのは普通の伊達にちゃんと働いて生活保護ももらってない人ね、ちゃんと働いてる人たちよりかしっかりしてるんですね。それに生き残ってるっていう、それで国は生活保護で老人ホームまで全部負担するということができているわけですね。だから生活保護でね普通の生活以外に老後も困らないでいるというね、生活保護で国で払ってくれてるという一生涯ね、ということなんですね。ただその資格を取るためにはね、立ち上がろうと頑張ってその中で生き残った4分の1ということですね。たった4分の1、4分の3全滅してるわけです。だそういうのが目安じゃないかなと思いますよ。だから頑張ってねやってて立ち上がろうとしてね、生き残れるというのはね。で、当然社会で働いてお金もらってそんなねきつい生活をね受けてない人たち、働いてる人たちより厳しいわけですね。それに立ち向かって生き残れる、頑張って立ち上がろうとしていてねということですので、怠け者じゃできないんですね。生活保護を受けられないですね。死んでますから全部ね、4分の3は生活保護を受けられない4分の1であると、そういう実力が必要ということですね。
女の人も同じじゃないですかね。という私のね判断で見た感じですね。東京から茨城県にも来てますけども、東京生まれでね、いろんな人を見てますけども、こういう人を生活保護を受けていいんじゃないかと思うけども、絶対受けられないですね。全然ダメですね。もう死ぬであろうって言ったって全然ダメですね、という厳しさなのかなというのが現状ね、日本のね。で、簡単にね、生活保護を受けられる人は受けられるんですよね。ただ先が分かんないですね。いい時だけっていうことが多いでしょうね。だから帰ってそうもらっちゃうと、後がね、困った時に死んでしまう4分の3に入っちゃうんじゃないかと、ありますからね。これはまた日本制度、日本のね生活保護制度っていうのはすごくしっかりしてるというね、状況だと判断しております、私はね。そんなことでした。どうもありがとうございました。